了解した。
で頑張ってくれ。Thank you.
열네. やっぱりいたか。三毛が君の匂いがすると言うから本当にいるかどうか確かめに来たんだ。お前の匂いはもう覚えた。何か特別な力を秘めている。はっきりとは分からんが。そうだぞ、三毛さんの鼻はすげえからな。いや、なんとなくだがな。しかし大きくは外してないだろう。実際のところは三毛本人にしかわからないんだから、あんまり真に受けない方がいいかもしれないよ。ところで兵団の仕事には慣れたか。知りたいことがあればこいつらに聞くといい。二人とも優秀な兵士だからな。何かあればいつでも俺たちに相談してくれ。今は何か聞きたいことはあるか。どうだ、兵士としての強い覚悟を持てるかどうかかな。覚悟がないといざという時迷いが出るからね。じゃあそういうことだから、これからも何かあれば気軽に聞いてくれ。ああ、戦い方のコツとか兵士としての心構えなんかは先輩兵士としてそれなりに助言できると思うからね。どの任務を引き受ける？Thank you.
記録は残っているのか。人類の勝利のために。
かな。いや、お、その調子で頑張ってくれ。
作戦は成功だ。油断はするな。任務は終わっていないぞ。どうかよろしく頼みます。了解するよ。すごいけど、もっと私たちを信じて頼って。無事でしたか。大丈夫。さあ、行こう。Thank you.
やるね。今任務から戻ったとこだ。もしかしてわざわざ出迎えに来てくれたのか。冗談だよ。そんなことより俺たちの活躍をお前にも見せたかったぜ。討伐記録また更新しちまったよ。だけどケルガーの戦い方は褒められたもんじゃないわ。刃もガスも消耗しすぎなんだ。これが俺のやり方なんだよ。とはいえ今回は補給物資に余裕があったし、地形にも恵まれてたから無事に済んだのかもしれねえな。例えばガスと刃が残り少ない状況で激戦に放り出された、君ならどう対処する？俺みたいな奴に物資を渡したらすぐに使い切っちまうだろうぜ。だけど考え方としては悪くないと思うよ。自分だけでなく味方全体を見て判断すべきことだからね。とにかくいろんな状況を想定してあらかじめどう対処するかを考えておいた方がいい。そうじゃないといざという時に腹をくくれないからね。よし、今日の講義はここまでだ。さあ飲みに行くぞ。おい、お前もつけ。ケルガー、そういう誘いはこの子がもっと大人になってからだよ。はいはい、じゃあまたな。またいつでも来い。負けない。いいものが揃う。また来てくれよ。いらっしゃい。また来てちょうだい。また来てくれよ。いらっしゃい。また来てちょうだい。また来てくれよ。
楽しみだ。さあ行くよ。ついにこの日がやってきたね。待ちに待ったエレンの巨人化検証実験の日が。分隊長、ウキウキしすぎです。そろそろ壁外調査も近いんだし、しっかり検証しておく必要があるよね。てめえのそれは半分趣味じゃねえのか。いやいや、調査兵団としての大切な使命だと思っとるよ。まあ趣味っていうのも否定しないけど、これが人類の存亡をかけた一大実験だってことに変わりはない。エレン、頼むよ。やれるか分かんねえが、やるしかねえ。そういうことだ。さあみんな位置についてくれ。早速実験を始めよう。すみません、巨人になれなくて。いや、エレンは十分頑張ってくれたと思う。君が巨人化できなかったのには何か原因があるはずだ。エレン、君はトロストク奪還作戦で3度巨人化した。最初は巨人の腹の中で、次は駐屯兵団に方向を向けられて。はい、間違いありません。そして市街地の大岩を持ち上げるために巨人化したのが最後です。なるほど。この3回に共通することはいくつかあるけど、中でも着目すべきは何だと思う？なるほど、確かに場所の制限はあるかもしれない。でも私はその他にもっと気になることがあるんだ。私は巨人化の能力はエレンが命の危険を感じた時にだけ発動するんじゃないかと考えている。ただあくまでこれは仮説であって検証の必要がある。だから次は壁外で実験をしてみよう。おいハンジ、どういうつもりだ。壁外にいる巨人を誘い出してエレンの巨人化を試す。危険だけどこの方法が一番手っ取り早い。しかし壁外での実験を団長が許可するでしょうか。エルヴィンは壁外調査の成果でエレンの有用性を証明すると言った。ならいざ壁外調査に出てエレンが巨人になれなきゃ元も子もないだろ。これは必要不可欠な実験だ。許可は必ずもらえるはずだ。心の準備をしててね、エレンも君も。わかりました。次こそ絶対成功させてみせます。
ハンジさん、巨人の誘い出しに成功しました。こちらに向かっています。よくやった。さすがはリヴァイ班だ。それじゃあ早速光線準備に移ってくれ。エレン、私たちは確かに巨人との戦いに慣れているけど、だからって必ず君を守り通せるわけじゃないからね。万が一ってこともある。君の命を守れるのは君自身しかいないの。はい、やってみせます。よし、いい返事だ。さあ、私たちも配置に着こうか。きっとエレンならやり遂げてくれるさ。私たちは私たちの役割を果たそう。おい、もういいだろクソメガネ。この辺りの巨人は狩り尽くしちまったぞ。実験は中止だ。まだエレンは巨人化できてないってのに。おい、どういうことだエレン。自分で噛んだ手の傷すら塞がってねえようだが。すみません。さあ、なんでうまくいかねえんだ。おかしいな。エレンが確実に命の危険を感じるように状況を整えたし、演出もバッチリだったのに。巨人を目の前にして命の危険を感じない人間なんていないと思うけどな。そもそも私の立てた仮説が間違ってたのかもしれないし、もう一度考え直す必要がありそうだ。しかし万が一エレンの能力が壁外での実用に耐えないものだったら、作戦は白紙に戻ってしまいますね。くそ、これはどうすれば。とりあえず今回は撤収作業に移ろうか。私とモブリットは今回の実験結果をまとめてくるよ。エレンはここで少し休んでて、君はエレンの手当てをしてあげてくれ。悪いな。迫ってくる巨人を排除する。ここに拠点を作ります。中途半端に巨人化するなんて。兵長、これは。落ち着け。俺たちが巨人を倒す間、お前はそこでじっとしていろ。お待ち。巨人、まさかあれが。マジかよ。どこに戦いを。何だと。何が。うわあ、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 
一番面倒なやつが来やがった。行くぞ。エレンちゃん、エレンと一緒にいるなんて大丈夫なの？いや。この状況でもやることは一緒。私たちで何とかするしかない。オムリコ大変だ。死ぬわ。エレンが片腕だけ巨人になったの。分隊長、はしゃぎすぎです。落ち着いてください。今は巨人どもが押し寄せてきて、ハンジたちに構ってる暇あれ。もう逃げなすな姫、どうなってんの。どうにだそうだ、さっさとこの手を抜いちまえば。こんなもん。え、ちょっと、早すぎるって。もう諦めたいことだ。実験はここまでだ。さっさと撤退するぞ。エレン、お前は俺についてやるぞ。お前もエレンを護衛しろ。よし、守ってやる。救援要請ね。助けに行かないと。そら成功だ。やっ、うわっ、危ない。狙い通り。あっ、気分はどうだ。あんまり良くありません。敵意を向けられるまで気づかなかった。あそこまで信頼されてなかったとは。当然だ。俺はそういう奴らだから選んだ。エレンの奴、一体どういうつもりだ。エレンは危険だ。さっさと仕留めねえとこっちがやられる。おーっ、作戦してるみてえだな。行かねえと。地獄のような状況であいつらは何度も生き延び、戦果を残した。迅速な行動と最悪を想定した非常な決断、それがここで生き残るために必要なこと。かといって、あいつらがお前に刃を向けることに何も感じないわけだ。ここに拠点を作ります。エレンのやつ、どういうことだ。許可は下りていないはずだぞ。の力は危険だ。あんなものを野放しにはしておけない。いや、行くぞ。巨人たちに囲まれちゃったね。どうする？面倒だ。全員で奴らを殲滅するぞ。ええ、お前は戦う。下がって。くそ、俺にできることはねえのか。エレンには俺たちへの敵意だ。人類への敵意があるのか。行くぞ。エレンの答えによっては
あいつを殺すこともやむを得ない。ナルト、倒してやる。レッドさん、放心した。行くぞ。神兵の動きじゃなかったぞ。ここに始まったじゃん。おお、待ってくれ。ええ、私だよ。声は聞こえているかい？
ダメだ、意思の疎通は不可能らしい。ほら、これでどうだ。当たった。巨人の力を操れないとなるとウォールマリアを塞ぐっていう大義もクソもなくなる。命令だ、なんとかしろ。とはいえ巨人化するための条件はなんとなく分かってきたぞ。自傷行為だけじゃ不十分なのは最初の実験で判明した。命の危機に瀕した状態で巨人化を試みてもできなかった。何度試してもダメだったのに、エレンは突然巨人化した。落とした包帯を拾おうとした時、そしてあの戦闘中、実験との相違点を考えると、おのずと巨人化の条件が見えてくるはずだ。君は何だと思う？それが無関係だとは思わないけど、今回分かったのはもっと違うことだ。まだ断定はできないけれど、おそらく自傷行為に加えて何かしらの目的を持つことが必要なんだと思う。目的ですか？最初は包帯を拾うという何気ない目的で右腕だけが巨人化してしまった。けど2回目はどうだった？巨人に食われていくみんなを見てらんなくて、どうしても自分も戦わなきゃと必死で。そう、それだよ。より明確な目的を持ったことで完全な巨人化に成功したんじゃないかな。自我を維持できなかったのは残念だけど、大丈夫、慣れればきっと使いこなせるようになるはずだよ。私が判断を間違えた、そのささやかな代償だ。だからなんだって話だが、お前を抑えるのが俺たちの仕事だ。それ自体は間違ってねえんだからな。すまなかったなエレン、俺たちはお前の力に怯えてしまっていたようだ。でもそれでも私たちはあなたを頼るし、私たちを頼ってほしい。私たちを信じて。はい。
あんたも飽きないね。正直ここまでとは思わなかったよ。あんたおかしいんじゃないの。昔私が父に技を教わってた時はあんたみたいに自発的にはなれなかったよ。今だってそう。対人格闘術なんて役には立たないんだし、正直あんたやエレンのような人が不思議で仕方ない。あんたらのような兵士ごっこしてるバカに囲まれていても馴染めそうにな。コニー、サーシャ、どうしてここに。訓練ならもう終わったでしょ。訓練の後にお前らが面白いことしてるって聞いたからさ。それより兄、お前そんなこと考えてたのかよ。は、いや、そうですよ兄、水臭いですね。あ、今度みんなでどこかに出かけるってのはどうです。いいよそういうのは。言ってるの、あんたまで。よし決まりだな。今度の非番の日、弊社の前で集合だ。すっぽかさないでくださいよ。わかったよ。してるんじゃってエレンたちは言ってますけど。そうなのか。なに、俺たちの訓練も見てくれよ。おい、サシャ、いつもの行くぜ。ほっ。今日は特別に肉も用意してきたんですよ。サーシャ、肉なんてどこから調達してきたの。まさか。秘密です。兄には特別に一切れ分けてあげます。そして残りは私が。ああ、それじゃありがたくもらうよ。でも本当にいいの。ええ、特別です。私が全てを失う覚悟で手に入れてきたお肉なんですから、しっかり味わって食べてくださいね。やっぱりどうやって手に入れてきたのかは聞かない方が良さそうだね。話はこのくらいにして早速食事にしましょうよ。あのさ、ありがとう。今日は楽しかったよ。
価値観がどうとか自分の生き方がどうとか私は難しく考えすぎてたみたいだ。たまにはこうやってみんなと過ごすのも悪くないね。なるために大事なことね。なんだっていきなりそんなことを聞くんだい、エレン。俺は巨人をこの世界から駆逐したい。そのために兵長や先輩方のようにもっと強くなりたいんです。ああ、そうだ。向上心を持つのはいいけど、あまり無茶な真似はしないでおくれよ。ああ、もし君を死なせたら人類にとって大きな損失だ。やはり巨人化の能力について解明するのが先決だと思うが。うんうん、これからやってみたい実験もたくさんあるんだ。何回連続で巨人化できるのかとか、運動性の検証とか。分隊長、鼻息が荒すぎます。それくらいにしておけ。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。俺から言えることがあるとすれば、そいつらのような同期や他の調査兵の連中と仲良くしとけってことくらいだ。特に今度てめえら二人に受けてもらう任務では、仲間との連携が必要になる場面も多いだろうから。やってやる。俺たちならきっとやれるはずだ。だがエレン、一つ言っておく。お前が俺たちのような兵士を目指すことは構わねえが、俺たちはお前の代わりにはなれねえ。覚えておけ。代わりはいないか。いや、考えても仕方ねえ。今は次の任務を成功させることを考えよう。倒してやる。何する？任せたぞ。
あの任務は兵長の言った通り大変だったな。しかしお前がいてくれて助かったよ。一人じゃ危ねえ場面も結構あったし、ありがとな。俺もお前みてえに、いやお前以上に強くなってやる。来てくれよな。